あ、もしもし、どうも。自分はやっぱ市民っすね。なんで、本当に、ちょっとこのゲーム初めてなんで何喋っていいかわかんないんですけど、やっぱ俺は、市民として、人狼をマジで倒したいんで、ほんとそこのとこよろしくお願いします。なんなら俺が進行してもいいと思ってます。なんで、この1分間という時間を、やっぱどのように使うかっていうのを、まずみんなと、話し合いたいなって思ってますね。まあ、4番さんは今回初日で釣られちゃったから、まあ、不幸だとは思うんですけど、その4番さんの分まで僕は、ほんとこの村を勝利に導きたいなって思ってますね。僕からは以上です。僕は市民です。ありがとうございました。6番のプレイヤーは発言してください。まあ、どうぜ。発言してください。私は占い師です。4番になりました。知らねえよ、お前。占い師じゃねえだろ、嘘つきがや。声色で判断。4番趣味です。果たした。1番のプレイヤこれ、ーは発終言して了きもまできせるんん。だ。俺、1分間丸ま。いやー、初日神が、まあ、いきなりこんなつまらん音になるとは思わんかったな。まあ、自分は市民なんですけど、とにかくなんで市民が二人いるってのも、市民が二人いるってのももうおかしいですね。秋元さんの占い師結果で山田さんが市民だと出てるので、まあ、死んだ人を占ってよ、まあ、しろ、何言っそうてんなだこい感つ。じで。まあ、どうなるか、わかってんですけど、なるほどなるほど。まずは聞まあ、こう、みんな、まずは言い分聞誰こう。があれなのかわかんないんですけど、まずは言い分聞こう数ぜ。学切れてる3番さんは何でってか、なんかな。まずわはか聞んないこう。ですけど。まずは聞こう。で、誰かが真の、占いちゃんだと思います。はい。まあ、まあ、2周目まで待っときましょう。2番女のプレイヤ声、ーは発言してくだ女声。はい、おさい。はようございます。なんか1番さん、すげえなんか魅力割れてなかった。はい。で、まあ、さっき6番さんが4番さんに承諾したんだけど、5番こいつがさん、女か男か。何？ 何？ああ、牧師名です。牧師公約務めてもいいじゃないですか。ええ、牧師名です。ありがとうございましたって。ギャ何言っルじゃてんねえ、の？ギャルじゃねえのか、こいつ、ふざけんな。まださ、白、占い師とは白、白とか言われてないんだからさ、5番さんすげえ人狼っぽいんだけど。この野郎ば、てめえ、俺のターンか、この野郎、2番てめえ、厨房のくせにこんな。ファック、俺の番来い。マーク？何が？え？おマジ4番さん、い、てめえ、ネチケット守れ、こら、終わりおだね。い。早く俺の番来い。はい、3番のプレイヤーは発言してくでもだ接さい。続が切れちゃってるな。ゴツなんでゴ、死ねえよ、バカ。俺市民やぞ。5番のプレイヤーは、ちょっと待ってくださいよ。おい、ちょっとまず2番のネカマが本当に僕は本当許せなくて、男だったらまず、男のキャラを使わなきゃいけないんで、そういうところから人狼って始まってると思うんですよ。そこで嘘、性別嘘つくやつって、俺は絶対信用しないんで、僕は市民なんで、絶対2番を釣るべきだと思います。そういうネカマするやつはマジで信用できないんで。絶対僕はもう、6番さんは僕新目で見てるんで、ほんと2番のネカマから釣るべきだと思います。以上です。簡潔に言います。僕は市民です。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。僕が話してるんで、特に何もありますね。てめえ。もう一周来い。いや、おかしいだ1番ろ。すごいのプレイヤーは必死発言してくに、ださい。市民コール、2番さんをネカマコールしてぬまかすまじゃけど、ねえか。すごいことになってます。ぬかまじゃねえか、でだっもて。ですね、おやっぱり、こう。で、まず誰からってるかと言いますと、やっぱり接続切れとなってると、やっぱり
まあな。声もわからないし、うん、あの役職も何もわからないっていうことなんで、うん、知った方がいいかな。もうこうワンさんがすごく怪しいのって、てか誰だ魅力はっての、うん、いや、はい、もうまあいいや。あべ、これ牛乳ついて、ごまんさんが必死に市民の市民だシンボールをすごくっていうので、まあちょっと疑いたくないけど、ごまんさんを疑わせていただきます。僕は叫んなよ、こいつ。何もないので、早早終われや、端的に言えよ。こいつはね、全然頭入ってこねえよな。ありがとう。ハキハキしゃべれ。2番来たのプレイヤーは発言してください。いやあのさ、お前さ、君の怪しいと思ったからさ、俺はさ、怪しいって言ったんだよ。おい、このガキ、こら、怪しむやつなんて絶対信用しない。このガキ、てめえ、お前、てめえ、年いくつだ、こら、おい。じゃあ、怪しまれるよ。こー怪しまれてさ、急にその人怪しむなら、それ怪しいよ。何このガキ、マジで。僕3番強いより5番の方つけたふざけんな、お前。あのさ、はあのさ、人になんか あるじゃん、なんか談話の人にさ、やましい人と弁解するって、そんだよそれ。あのさ、あの 黒だし、あの黒って怪しまれると急に焦り出して自分が嘘つ、それが一番怪しいんだよ。僕は今日5番に投票するわ。3番のプレイヤーは叫んな、こら。してください。俺の番待ってこい。早く俺の番待ってこいよ。あのさあみたいなこと聞きやがった。マジ。投票を始めてください。おい、ちょっと待って、俺やめろ。違う、私じゃありません。お前だよ、バカ誰だ。誰かの間違いです。俺市民やぞ。え、これで俺消されたらマジ先般な、お前ら。5番のプレイヤーが。おい、ふざけんなよマジで。ゲーム終了、人狼の勝ちです。おい2番、お前や、ネチケットって言葉知ってっか。俺32やぞ今年で。お前中学生だろ。もう敬語で喋れ、これから。もう32やぞこっちとらなあ。頭くるわ、頭くるわ、本気で。ちょっと待って、もう一回行かせろ。